今回はおしゃれなバランス玉ねぎハーフアップをご紹介していきます。表参道の夏夜ヘアスタイリストの田中解説いたします。いつも何気なくやっているハーフアップ、残念なハーフアップになっていませんか？こんな風に毛束を持ち上げて結んでしまうのは NG。 一つ目のポイントは、分け目が見えない程度に毛束を下に下げて結んでいく。そうすることで綺麗なハーフアップの土台ができます。2つ目のポイントは、指2本分開けたところを2から3個結んでいく。3つ目のポイントは、ポコッと可愛く作る玉ねぎヘアの作り方です。最後までご視聴いただけると嬉しいです。ハーフアップができる全ての方におすすめのヘアアレンジです。スタイリング剤は N ドットバームを使っていきます。 N ドットバームを髪の毛全体になじませてからスタートしましょう。毛束を上に持ち上げて結んでしまうのは NG。このように毛先が跳ね上がり、自然な仕上がりにできません。続いて正解のハーフアップをしていきます。毛束を集めるときに持ち上げないように注意をしてください。上下の境目の分け目が見えないように毛束を下ろした位置に集めて髪の毛を結んでいきましょう。結び終えたら毛先を引っ張り、ゴムをしっかりと締めます。続いてトップの部分を引き出し、頭の形を整えていきます。最初のゴムの結んだ位置から指2本分ほど開けた部分を再度結んでいきます。髪の毛の長さによりますが、この結ぶのを2から3回結んでいきます。シリコンゴムできつめに結んでいくことで、この後ほぐしても崩れにくく仕上がります。ゴムと部分の間の部分をバランスよく引き出して、ぷっくりとした丸みを作っていきます。ここで飾りをつけていきます。この飾りをつける位置は上の方に持っておくと、すっきりとした印象にできます。この下に下ろしている部分は、このまま下ろしていても巻いても大丈夫です。ハーフアップの毛先は持ち上げずに結ぶことで、バランスがきれいに仕上がります。短い髪の毛でも玉ねぎアレンジができるハーフアップ、ぜひ皆さん試してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になったなと思っていただきましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。